まず男性、しかも今日はここに書いてある俳優とタレント、これをちょっと軽く一覧にしてみました。もちろんこれ以外の知り合います。でもここに書いてる人たちは、まあ、それこそ僕連絡先知ってたり、日々一緒にご飯食べたり旅行行ったりだとか、アテンドしたことあるだとか、まあ、いろんなつながりのある人たちです。で、簡単にこれを一つ軽く説明していきます。ちなみにこのマーク、赤星マークがついてる人たちは本当に日々よく遊んでました。ご飯行ったりだとか、一緒に旅行行ったりだとか、忘年会したり新年会したり、日々飲み会したりとかしてたメンバーです。まあ写真にも載ってるんだみんなわかると思うんですけど、で、線はこれちょっと青線とか入ってるやつあるんで、俺気をつけてください。これ途中でインク切れたんで、まあ緑の線引っ張ってる人たち、これは楽しい人は、スキャンダルも含め、面白い話も含め、えげつない話も含め、ある人たち。何回も言うようですけど、僕やっぱりこうやっていろんなやつと付き合ってきたんで、こいつらとの中に嫌な話ばっかりじゃないんですよ。面白い話も良かった話もいっぱいあるんで、それも混ぜていきながらいろいろ話していこうと思って。でももちろん中には人としてどうしようもないなってことをやった人もいっぱいいます。でも全くそういう器がない人もいます。ごく少数ですけど、ごくごく少数です。今日はさっき言ったように俳優タレント、まあ、そういうアーティスト芸人で女性とかいろんなも含めて、ちょっと一つまたこういうのをどうやってやっていくんで、とりあえず僕がどういう人間と27年間関わり持ったかっていうのをちょっと理解してもらって、でこういう名前を覚えてもらったらね、逆にコメントとかでこいつの話聞きたい、こんなことないんですかとか、こいつの情報知ってますとかいうのもみんな DM しやすかったりコメントしやすかったりすると思う。それで逆にめっちゃくるコメントに対して、じゃあこういうの動画やろうかって聞いてやることもあります。で、あとはやっぱり前に言ったようにタイミング、映画します、広告演も出てますとか、舞台やってますとか、そういう本人が一番嫌がるタイミングで嫌なことを言っていこうと思います。ただ、さっきも言ったように嫌なことだけじゃなくて、おもろい話も全部含めてやっていくんで、それも含めてみてください。じゃあ早速いきますね。福士蒼汰君、浅香晃大、江本時生、尾上松也、浪岡和樹、勝也君、猫の小脇あっくん、久保田悠希、小池徹平、太一たける、佐藤悠希君、岡田志望、塩田優、畑真剣、鈴木伸之、高橋琴さん、竹井壮、竹内涼真、武田真嗣さん、綾野剛、永井勝、成田亮、錦戸亮、坂東龍太、平岡優太、大、朝日君、和田正人、横山優、山本裕介、平、熊本淳太郎、翔平、矢部京介、小森さん、山田慎太郎、山田高木、山田裕貴、兼石、山田慎之介、藤井龍介、生田斗真、渡部敦郎さん、志尊淳、木村拓哉さん、岡山正義さん、高木優也、広光、東山伸之さん、田中健、内君、上田達也、亀梨君、こういう感じで男性俳優とかタレントさんっていうのは、これぐらいが結構深く関わってた人間かなと僕は思ってます。もちろんさっきも言ったように面白い話もあれば、えげつない話もあれば、僕が話することによって下手してやめざるを得なくなってくる人や、逮捕される人や、公開事業という映画が公開されなくなったりとかする可能性も多いにあると思います。でも全部話すので、はい、順を持ってタイミングで、もちろん視聴者の方からの意見とかも聞きながらも、そういうのもタイミングでやっていこうと思って、